今夜スタジオには東京新聞編集局デスク長の清水孝之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。清水さんにはこれまでにも安倍政権の節目節目で解説をしていただきましたが、今回は改造内閣の閣僚の中でもシンボル的な存在となっていた2人の女性閣僚が辞任しました、はい、清水さんはこれをどのように見ますか。はい、先ほど舛添知事が言ってた通り、はい、政権にとって、同じ日に2人の閣僚が辞めるというのは、かなり異例なことなんですけれども、大きな打撃だったと思います。この秋には消費税を引き上げるかどうかという判断とか、暮れには、秘密保護法が施行されるとか、来年には、原発が再稼働されるとか、世論を二分していたり反対する世論が多い課題を抱えていて、安倍首相は、内閣改造、女性をいっぱい登用したりして、支持率を上げて、その勢いでその難題を乗り切ろうとしたんですけれども、出鼻からくじかれたということだと思います。なるほど。それにしましても清水さん、この辞任劇の背景にある政治と金の問題ですね。これは古い政治体質といいますか、旧態依然という感がありますけれども、なかなかこれ改善されませんね。はい、安倍さんは、自民党は1回下野した後政権復帰したんですけれども、その下野した3年間で自民党は生まれ変わったというふうにずっと言ってきたんですけれども、今回の事件でやっぱり自民党は変わってなかったんだなということがよく分かりました。特に安倍さんの場合は、下野する前の第一次安倍政権で、政治と金の問題で4人の閣僚が辞めるということがあったので、またしてもという感がとても強くあります。またしてもですね。はい、でもう一つちょっと指摘しておきたいのは、今回、政治と金の問題で、辞任することになった2人なんですけれども、小渕さんは、農村出身、農村部を地盤としていて、なおかつお父さんは総理大臣だった二世議員、片や松島さんはもともと朝日新聞の記者出身で、都市部選出、23区選出の国会議員、全く交代層な2人 でなおかつ、女性の議員というのは、男性より、政治と金の面ではクリーンではないかと思われていたんですけれども、このも交代層な2人の女性議員が政治と金の問題で辞めたというのは、ひょっとすると自民党全体が同じような問題を抱えているんじゃないかということを思わせる出来事だったと思います。昨日の会見ではその安倍総理も自らの任命責任を認めていますけれども、一方でですね、この2人の閣僚の新たな人事というのはこれ素早かったですね。まるで不測の事態に備えているかのようなでしたけれども、この流れについてはいかがですか。はい、安倍さんというのは常々思っているんですけれども、第一次安倍政権の失敗と民主党政権の失敗を教訓にして、これまで2年間うまくやってきたと思いました。はい、で第一次安倍政権、先ほど政治と金で4人の閣僚が辞めたと言いましたけれども、当時事務所費というものを問題というのが起こりまして、架空の事務所なのにそこに経費を計上したように、政治資金報告書に書いていたという問題がありました。はい、1人大臣が辞めた後に、また同じ問題が起こって、また別の閣僚が辞めるということが、4回繰り返されたんですけれども、でその鉄は二度と踏まないということだったと思います。で、私の感想とか見た感じだと、やっぱり安倍さんはかなり早い時期から2人を辞めさせることを考えてたんじゃないかと思います。ただ、辞めさせた後にまた同じような問題を抱えている閣僚がいたら前の二の舞になるので、決断した後に何をしてたかというと、他の閣僚にも同じ問題があるんじゃないかということを徹底的に洗って、もしこの2人を辞めさせても他の閣僚から同じような問題が出てこないという、その確信を持ってこの週明けに2人を、事実上更迭したということだと思います。ではここでこちらをご覧ください。共同通信が実施しました全国電話世論調査です。最新の第2次安倍内閣の支持率なんですが 48.1% に下落しました。清水さんのお話にも先ほどありました、これから控えている重要課題に暗雲がという声も聞かれます。でそこで今回番組では安倍内閣の政策についての支持不支持について街で聞いてみました。街の人に安倍政権の今後について伺います。ここだよね、どうしても期待したいよね。したいね。理由としてはどうしてでしょう。まだ全然進んでないから。テレビでこう映すところはね、ものすごく整備されてるように見えるんですが、全然違うんですよ。皆さん本当に困ってるんですよ。一番期待してるのはやっぱりここなんですけどね。したいです。したいけどダメだと思います。バリバリの年金は下がる一方ですね。内閣支持総合的に見てするしないというといかがでしょうか。
したいのが一番なんです。はい、そうですね、私もちょっと真ん中ぐらいじゃないですか、ね、真ん中ぐらい、どちらでもない、理由としてはどうしてでしょう。やっぱりあのこの間あった女性のね、あの問題もありますので、はい、今までね、支持してたんだけどね、この間の件もあってやっぱりうんってなったので、支持したい理由、まあでもがん、まあ、頑張ってずっとは思います。あんまりしない方かな、どの政権でも。なんか似たり寄ったりだと思うんですよね。街で聞いた結果こうなりました。最も期待しているのは経済と復興、逆にですね、期待できないというところは女性の登用になっています。そして内閣支持に関しては支持するという方の方が多くなっています。改めて街の声をこちらにまとめてみました。安倍政権の今後なんですが、まあ、数は限られてはいるんですが、今回の問題となった女性登用に関しては期待しないに声が集中しました。そしてその他さまざまな政策がありますが、期待しない、まあ、不支持という声はありつつも、内閣の支持に関して全体で言えばやはり期待する支持という声が多くなりました。清水さん、いかがでしょうか。あのちょっとまあ意外な数字ではありますけど、あの先ほどの共同通信の世論調査もですね、まあ支持する人にどうしてまあ安倍さんを支持するんですかって聞くとですね、実は3人に1人が他に適当な人がいないという、いわゆる消極的な支持というのがまあ実態なんだと思います。であとまあ今を見てやっぱりこう女性登用に失望感が高いというのは、まあ、これ一つ指摘しておかなきゃいけない問題は、まあ、今回の政治と金の問題というのは別に女性だからということは全く関係なくて、まあ、男性でも女性でも同じ問題なんですよね。だけどまあ女性をたくさん登用してですね、その目玉閣僚がまあこういう問題で亡くなったことで、まあ、安倍さんのこう女性活躍政策というものに対するイメージが下がってですね、まあ、期待感が下がってしまったんじゃないかなというふうに思いました。さあ、まあ、今、ね、ご紹介した街の声あり、それから今後は野党の追及もこれ必至となるんでしょうけれども、さて長期政権への思いが厳しくなる内閣不支持の要素には大きく3つあるというふうにされています、はい、こちらですね、それがこちらです、はい、まずは内閣人事の不祥事、そして景気経済の不安定、そして危機管理の対応ミス。で、今回の問題はこの内閣人事の不祥事が当てはまってしまいました。まあ、今後決断される消費税の税率 10% への引き上げがありますが、この判断を誤りますと2つ目の景気経済の不安定にも影響が出てきてしまいそうです。内閣にとっては厳しい局面と言えそうですね、清水さん。はい、あの全くこれ3つ、あのスキャンダルと、まあ、経済失勢と、まあ、危機管理のミスというのはこの3つをやってしまったら、まあ、その内閣はほぼ倒れるというぐらい、まあ、3つの重要なポイントだと思います。で、まあ、その最初の1つが起こってしまってですね、で、まあ、次本当に消費税を 10% に来年の10月から上げるかどうかという判断を、まあ、12月にいよいよするんですけれども、まあ、いろんな経済指標を見ていると実はあんまり今景気が良くないんじゃないかと言われています、まあ、その中でどう決断するか、まあ、来年の10月ですけれども、まあ、もしミスをするとですね、まあ、大きく景気が後退して、まあ、庶民を苦しめることになるので、まあ、大きなポイントになると思います。今日ちょっと注目される発言があったんですけれども、はい、まあ、午前中麻生財務大臣が、今回の不祥事が消費増税に影響を与えると言っていて、まあ、どういう意味なのかなというふうによく聞いてみると、要するに内閣支持率が低くなってしまったので、まあ、世間に評判が悪い政策はやりにくくなるということを言ってたんですね、うん、でもこれは若干本末転倒だと思うのは、まあ、自分のことだけしか考えてないんじゃないかなって思いましたけれども、やっぱり庶民の生活が良くなるのか悪くなるのかを考えて、まあ、増税の有無は考えてほしいのに、まあ、財務大臣がまあ本音で政権維持のことだけ考えているのはこれはどうかなというふうに今日は思いました。さあ、それで引き続きですね、お伺いしたいのが清水さんですね、時間いっぱい伺っていきたいところなんですけれども、待ったなしのその安倍内閣の課題ですね、今の消費税もしかりですが、福島第一原発の廃炉への取り組みもありながらの原発再稼働の問題、それから沖縄県知事選もやってきます。これがどうなっていくんでしょうかね。まあ、これから内閣支持率がもう下降傾向になってきて、まあ、なかなか難題に取り組むのは難しいということと、まあ、一番大きなポイントは11月16日の、まあ、沖縄県知事選、まあ、ここでもし敗れることになると、まあ、普天間移設という沖縄の政策も、まあ、大きく揺れることになって、はい、まあ、来年の統一地方選でもその影響が出ると、まあ、安倍さんが描いているような、まあ、長期政権への道のりというのが、まあ、かなり厳しくなるのではないかというふうに思います。かなり厳しくなっていくというわけなんですね。秘密法の施行はいかがでしょうかね。これは上川法務大臣
臣のところになると思うんですよね、はい、新しい大臣になってあの、まあ、施行されるんですけれども、まあ、すでに運用基準が決まっていた中にかなり問題点を抱えたまま施行されることになります、まあ、それを、上川さんというのが、まあ、法務の専門家かどうかあの秘密方法の専門家かどうかということもちょっと疑問なので、まあ、うまくやっていけるのかどうかなというのは疑問に思います。あの原発再稼働などに関してこの宮沢経産大臣もその分野が、ね、違っているということで大蔵省出身でですかね、大蔵大臣出身ということでこのあたりの難しさというのはいかがでしょうか。あの宮沢さんは今日早速記者会見をやってですね、やっぱり、彼は税務の専門家なんですけれども、うん、原発については全く素人で、まあ、再稼働をこれからしていく、あともう一つ、まあ、小渕さんがこう手をつけたんですけれども、まあ、再生エネルギーの問題、これをどう立て直していくかということについて、まあ、どういう指導力を発揮できるかということについては、まあ、かなり疑問を感じます、うん、安倍政権が今後難問に取り組んでいくのは非常に難しいと清水さんは考えてらっしゃるということですね。はい、そうです。わかりました。今夜は解説東京新聞編集局のデスク長清水貴之さんに伺いました。清水さん今夜はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。